1542年にケルンで出版されたラテン語のマシルベ書。著者はルートヴィヒ・プリン、ルドイク等の表記もある。現代は、デュエル・ミス・ミステリース。表紙は鉄製で、黒く分厚い。出版直後に協会から出版禁止処分を受けた。著者のプリンはフランドル出身の錬金術師、降霊術師、魔術師で、第9回十字軍の唯一の生き残りを自称していた。十字軍参加時に、捕虜として拘留されていたシリアで魔術を学び、異端審問によりブリュッセルで憤刑に処せられる直前に、獄中で本書を執筆した。特に中東地域の異端的信仰に詳しい、古代エジプトにおける秘密の伝説、伝承、サラセン人に伝わる戦術や儀式、呪文、父なるイグ、クラキハン、蛇の神持つバイアティスなどの蛇神たちについて記されている。カリフォルニア州ハンテトン図書館やミスカトニック大学附属図書館、大英博物館などに15冊ほどが現存している。